安城です。今日はちょっと髪ちょっとめちゃくちゃ伸びてきたの、うん、伸びてきたから伸びてきたからビクゾーにちょっと切ってもらおうと思って、うん、よろしく。ああでも今回は俺髪ほぼ染めたことないの髪、うん、もうなんか誕生日になんか友達が誕生日サプライズって言って、うん、寝てる俺をブリーチ勝手にして寝てる俺起きたら金髪になってそう次の日バイト行ったら店長にめちゃくちゃ怒られるっていうことがあったんだけどそれ以外はもう髪染めたことないの。あ、そうなんだ。俺、うん、今回は全部任せるわ。マジ？うん、もう全部任せる。もうカリスマビクゾー先生に。まあ、なるほどね。染めてももう俺が黒髪多分一番似合うとしたら、うん、似合うんだとしたら黒髪のままでいいし、うん、ビクゾーはなんか俺の、うん、なんかなんだろう像というかさ、うん、いけるんじゃねみたいな感じだったらもう染めてもいい。いやーそう言われたら染めたいよね。俺染まるの常に髪。染まっちゃうか、もう全部任せるよ。もう髪の長さとかも全部任せるわ。 OK、うん、分かりました。はい、お願いします。じゃあまずはカットからいきますか。カットから、うん、うん、OK、いいね。あのね、班長の髪の毛はね、本当にね、癖がすごくて、うん、癖じゃないです、生え癖がひどくてね。生え癖、美容師泣かせなんだよね。あ、そうなんだ。だってあれだよ、なんかみんな腱鞘炎になるって言ってたよ。なんか髪の毛の量もすごいし生え癖もすごいし。腱鞘炎だったらちょっと労災ちょうだいじゃん。みんな労災俺からは下ろせないけど、ウームの方に、ウームの方に行ってくれば多分金降りるから。労災ウームの方ってウーム的に回しとる怖いんだけど。多分ビクゾーのチャンネル停止になる突然。圧力が、圧力グーグルみたいなもんだから、うん、そうだよ、本当に突然バリが、俺大丈夫、動画終わらないもん。ここガーイガーイやって、はい終わりって。ウーム芸人爆誕。とりあえずね、後ろのね、生え癖がひどいから、うん、ここはね、邪魔なんでもう剃っちゃいます。もう全部もう、はい、好きなようにやっていいよ。本当に落ち武者みたいになっても俺は文句やないよ。本当に、うん、本当に文句やない、文句やないけど、本当にやない、態度では出るかもしれない。文句では出るけど、この店めちゃくちゃにするかもしれない。甘えないでちょっと。でもこれでもう3分クッキングがあったらめちゃくちゃ面白かったけどね。それだったらもう、それだったら多分俺ランチ全員にっこりよ。今ね2ヶ月以上来てないね。マジで？うん、もっと来てないかもしれない。めっちゃ我慢してたじゃん。そう、我慢してた。なんかね、本当に我慢できないって思ってたんだけど、うん、もうビッグゾーンに来てもらうから。なるほどね、もう自由に切ってもらうために。そう、伸ばしてきた。ちゃんと何でもできるように、ね、そう、何でもできるように伸ばしてきた。まあちょっと伸ばしてもらったとこ悪いけど、もう坊主で金髪にしちゃうっていう場合。坊主の金髪取り立てよ、俺もしかして取り立てちゃう俺。 YouTuber、YouTube 界の田中幸喜。ねえ、田中幸喜になっちゃうよ、完全に俺。でも班長似合うっしょ。いや、似合わないか、坊主は。いや、坊主ね、一回やったことあるね、高校の時。なんか似合わなそう。そう、うん、なんかね、猿みたいな、ルパン三世になった俺、完全に。ルパン三世。そう、でもなんか先生はね、めちゃくちゃね、好評だったね。そうだよね、先生は好きだからね、そういうの。そう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 、どんな髪型なんだ俺は。前髪は、うん、前髪はこんなもんでいいかな。色どうしよっかな。色まだ決めてないんすか。色ね、まあ、ある程度は決めてるけど、最初、うんこちゃんと共演するから、あんまりこう、派手な感じは、ね、派手すぎたらエモンに潰されるからね。せめてね、なんだろう、何か言って評価下がることは別にもうしょうがないじゃん、俺のミスなんだから。いやでも髪の毛でさ、そんな評価下がるほどさ、エモンもそんな、いや器狭くないし。いや、俺がエモンなんだよ。あ、そういうこと。俺、金髪のなんか変なやつ来たら、ちょっと、いや、はっと思った。やっぱり。そういうことね。めっちゃ終わりました。あ、終わりました。すごいよこれ、スーパーサイヤ人。クソったれいいんじゃないこれ。ちょっと言わなくて。クソったれって言いました。ブリーチ。クソったれ。いや、めちゃくちゃ似てるよ。めちゃくちゃ似てる。俺のものは取らないでよ。いやいや、俺だから。もともとやってるの俺だから、これすげえな。もうこれでいいか。これでいっちゃう。もうこれ、エモンに袋だったけされるけど大丈夫。え、これ、え、どうなのこれ。んどう？ダサい。ダサい。ダサい。これでね、かっこいい色を、こっからかっこよくしてくれるんですか、ちゃんと。もちろん。頼ますよ、これ。かっこよくするの癖なんで。これやばいよ、これ、このままだと。すぐから漏れるよ、これ。班長だからちょっと似合ってるとこあるけど。確かに、確かに。ほんとにでもね、俺あれだよ、誕生日ってこんな感じだったよ。マジで？うん。これで、これでバイト。バイトしてたのその時、うん、帽子かぶっていて、うん、バレないだろうと思ってやったら後ろ帽子からピュッてなもうなんでそう明るくないみたいな。めちゃくちゃこれ、うわすげえこれ、ここからかっこよくなるんで、よし、お楽しみに。よろしく、よろしく。色を塗り終わりました。終わりました。ありました。ドライヤーで声届いてんのかなこれ。多分ね、ギリギリ届いてるの。イエーイ。でも
めっちゃいい感じよ。めっちゃいい感じ。うん、色としてはね、これグレー入ってます。いや、これはいいね。めちゃくちゃ綺麗に入りました。これは綺麗だね。うん、なかなかね、ブリーチ1回でここまで綺麗なグレー出すのって難しいんですよ。さすが、腕が違う。腕がね、違うから。ただマリオカートやってるだけじゃないもんね。そうだよ、ちゃんと美容師もやってるもんね。なんならマリオカートやってるからここまで上手い説あるからね。俺なんか陸蔵と絡む前からさ、陸蔵動画見たからさ、うん、陸蔵が酔っ払ってるからシャンプーの名前ずっと言ってる。シャンプーの名前言ってるやつあるんだけど、ニコニコで。めっちゃ、ベビーパークでやってるやつね。めっちゃ懐かしい。もうめっちゃ、あれ何年前だ ?4 年くらい前だよ。最近から見始めた人は知らないやつ、ね、知らないでしょ。あの、なんだっけ、飲酒不全ね。あ、そうそうそう。マリオカート飲酒しながら、ずっとなんか、なんかの成分がなんとかってずっと言ってたじゃん、あれ。そうだね。ね、そうだね。もうそれ見て、あ、こいつやべえなと思った。いや、もういいね。ラメージが乾いてくるとだんだん透明感出てくるし。あ、ほんとだ、うん、黒に近いっていうのもあるじゃん。うん、そう、なんか金髪の時はやっぱりおおってなったけど、これだったらしっくりくるでしょ。なんかね、俺の服装にしっくりくるね。そうそう、ハンドの服装にもちゃんと合うように選定したんで、今日はさすが、うん、ちゃんとね、まあ、撮ってないところでもね、服のトークしたからね。そう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 、うん、いや、すごい、ね、容姿はね、そういうところをちゃんと引き出しながらね。いやすごいっすわ。すげえ雷。雷すごいね。雷すごいよ。すげえ雷。これもう喜んでるよ、雷も。髪型、これどうしようかな。もうちょっと前髪いじろうかな。どういじるの。ちょっとね、ここ長いからもう少し切っちゃってもいいかな。任せるよ、うん、任せるよ、うん、ちょっと手直しカットをこれから。はい、おい、じゃあ、うん、じゃあ次見せるとき、完成のとき。そうだね、完璧な完成を見せます。どうですか、皆さん。ちょっとね、やっぱこのカメラだと少し紫っぽく見える気がしますね。わかんない、もしかしたらそれはもう、ね、パソコンに取り込んだらいい色になってるかもしれないけど、うん、いやでももうめちゃくちゃ俺はお気に入りよ。いや、マジでめっちゃいいです。これはめちゃくちゃいいよ。うんうん、ちょっとこれでね、セットしていきましょうか、うん、お願いします。はい、ワックス、ワックスはウイウイの9番を使っていきます。あー、俺これ前もあれだよね、青色かなんかもらったわ。青色から、青色、ビクゾーから買ってきてする。ジェルっぽいですか。うん、いやでもいいわ、いい感じ。こういうホストいるよね、なんかこういう感じ。確かに、ね、そう言われるとホストっぽく見えてきた、ね、うん、また、また来るわ、これは。いや、ぜひぜひお待ちしております。もう髪セットするのも技術いるよね。いや、マジでね、髪はね、セットはね、いやでもそんな難しくないのよ、セットって。あ、そう、なんか苦手だからセットしないみたいな、うん、結構いるけど、うん、俺も完全になんかドライヤーでガーってまず温めてからパーってやっちゃう。ハンジョでもそんぐらいがいいよね。あんまりこうカッコつけてほしくないところあるの、うん、ハンジョ。そうだね。ガサツでいてほしい。ガサツだね、結構、うん、いやだい、なんかドライヤーが全然時間かかるわ。そう、ドライヤーで、ね、ドライヤーめちゃくちゃ重要。そう、なんか熱を当ててればなんかいいって、うん、なんかいろんな美容室で言ってるもんね。形ができるからね、うん、いい感じ、感じかな。でもこの色は本当に最高。ありがとう、うん、最高。これカメダ俺たちのやってるやつ。わ、めっちゃすごいね。マジで色めっちゃすごいでしょ。これすごいよ、これすごいっつうか、まあ、俺がすごい。俺がすごい。これはいいよ。こんな感じ。こういうさ、だって俺服とかのさやつ見るけど、うん、いるもんね、こういるでしょ、全然いる、うんうん、これはヘアカタログに載せれるもんね、うん、載せるね。マジで本気出したから、いっちゃおうか、これ、これそしたら、うん、なんかあれモデルいっちゃおうか。いや、モデル行ってきて。うん、うん、いいね、オッケー。いや、これどうですか、皆さん。これちょっとこれつったのね、これあんまビクゾーいる前に言えないけど、ダイレクトメッセージの方で女の方、まあ、男は、まあ、飯を奢ってくれる男募集しておりますね。お願いしますよ、うん、ここのセットすげえな、上の。そうでしょ、うん、綺麗な毛並みができてる。ちゃんとやったんだね、これ、うん、ちゃんとやったこれねじってやったの。ちゃんとやってるよ。ちゃんとやったんだね、これ、うん、これはでも大成功じゃない、この企画。いや、マジで大成功。お任せで、お任せで、うん、ちゃんと、いいね、ありがとう、ビクゾー。どういたしまして、完成です。大成功ということで、まあ、ビクゾーのね、ここのビクゾーに、こう、どうやって予約できるんですか、ここは。ここはね、僕の美容室のホームページがあるんで。あるよね、うん、うん、そこから、LINE で予約してくれるとありがたいですね。それ本物のビクゾー LINE なんですか。あ、LINE アットなんで。あ、LINE アット、あー、うん、そういうことか。プライベートの LINE で。残念だ。
ちゃいいんですけど、まあ、僕とライブは大変、ね、プライベートのライブはでもあれでしょ、俺が概要欄貼っておくから、うん、やめてくれやめてくれやめてマジ面倒くさいことになるからそれはちょっとライブ用意したとかそういうことって、まあ、ちょっと違うから、ね、一線置いてるからそうだねという感じで、はい、よろしくお願いします。美容室のねこの方もよろしくお願いします。はい、見てください。ミクさんありがとう。いえいえありがとう。お疲れ様。